どうもラニーノーズ山田です。万劇おうちご飯ということで、今日は僕こだわりの極上卵かけご飯を作りたいと思います。ご飯からね、ちょっと普通ではないんですよ。見てください、この土鍋を使って炊こうと思います。ここに入れてね。ごめん、ちょっと静かにして。動画撮影中やわ。すいません、同居人で大村ジーニアスという男がいるんですけど、歌うことが大好きで、ちょっと今入ってしまいました。失礼しました。まあ、このね、土鍋使ってご飯を炊きます。優しくお米を揉むようにしていきます。それでは水を流したいと思います。動画撮ってるわ今。おい、はい、それでは水を、切りたいと思います。これを今から電子レンジで30分間温めたいと思います。それでは今からここに醤油を入れて混ぜたいと思います。大村、醤油どこやったっけ。ここなかった。なかったの。あ、そこや。あ、ありがとう。醤油をご飯ができました。電子レンジで30分温めて炊けたんで、ではこのね、蓋を開けたいと思います。はーい、はい、じゃあ蓋開けまーす。いや、その蓋ちゃうのよ。ごめん。では蓋を開けたいと思います。いきますよ。これがね、もう一枚あるから。はい、おいしそう。おいしそう。ではご飯をよそいたいと思います。見てください、これ。きれい。入れます。そしてこれ、こだわりがですね、ごま油とキムチあるんで、お好みで入れてください。やった、美味しいんでね。うまそうやな。じゃあ、行きましょうか。
いただきまーす。やったー、食べて食べて、美味しいから。うまそうやなこれ。でもね、お好みでね、入れるの全然いいから。キムチだけで食うんかよ。ごめん。キムチとリンゴを食べて、おいしい。はい、おいしかったですね。おいしかったです。いただきました。それでは、ごちそうさまでした。万劇おうちごはん、ありがとうございました。ありがとうございました。